始めさせていただきます。どうぞどうぞ。まず私の方から代表質問として2、3問質問いたします。まず第2回の収録をされて率直な感想をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。そんなテンション低くやってないからテンション高かったよね最初からね、はい、第2回目の方がさらに息があったっていうか、だから年齢差を感じるなきゃいけないんだけど、はい、意外とトークしてると感じないわね。そうですか。何よあなたは感じるんだ。結構、ね、どういう風に。いややっぱなんか使う言葉とかもなんかやっぱり、それはでもね、あなたに覚えていただきたい、はい、やっぱり言葉遣いでしょ、はい、それは今までほら AKB っていう学校みたいなもんじゃ一種、ね、そういう中でみんな、うん、女の子同士でいたでしょ、うん、でもこれから社会に出て、はい、今女優としての第一歩だから、はい、私の喋り方が全て正しいわけじゃないけど、いいんじゃない。学びます。そこでハードルはそこはあるのはいいと思うよ、はい、学ばせていただきます。他はどう、フレンドリーにやってるつもりだけど。いやもう全然もちろんお父さんみたいな感覚で、うん、はい、大丈夫でしょう。あ、私、ね、最近素直に受けるようになったのそういうこと。ちょっと前まではお父さんなんてやめてとか言ってたじゃない。もうそういうキャラやめたんだちゃんと自分で分かってるからっていう感じで和気あいあいと楽しくやってます。はい、ありがとうございます。川江さん今回初 MC ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。初 MC をしてみての感想とかお聞かせいただければと思うんですけども。でも本当にクリスさんが本当にお優しい方なので、一緒に頑張って、はい、ちょっと最初はね私と初対面だったんですよ、はい、怖いって言ってたね、はい、なんか、うん、怖そう。どういうふうに怖かったの。なんかテレビのイメージ。最近テレビで私が怒鳴ってばっかりいるじゃない新国立競技場マイナンバーとか言ってるじゃない。だからそのイメージが強かったらしくて全然違うんだ。あれはねビジネスだよもうねこの後も明日もそうだけど言えって言われてるから仕方がないのもう本当に。だから今日今一番ねオアシス、ここは私が楽しい話大好きなエンターテインメントの話をできて、うん、だから私怖くないって分かったでしょ、はい、今ここまでちょん切ればよかったんだよね。私って怖くないって分かったでしょってその間の話いらなかったいりますね大丈夫、はい、あなたテンション低いね大丈夫、私たちに合わせてみて。お疲れ気味です。じゃあ続いての質問に行かせていただきます。川江さんとこの時代 の映画をご覧になったことがないとお伺いしたのですが、はい、今回この時代の昔の映画って興味、ご興味とかは来ましたか。ねえ言い返しなさいバーカバーカってこの時代の映画見たことあるわけないじゃん80年代生まれてないんだから生まれてないからって言えばいいのに見たこと あそっか、後から DVD っていうことねすいません私が空気読めてなかったわ。いやそのまま、はい、どうですか。いや本当に初めて見る映画なので、80年代の映画はなのですごくその時代の流行ったものとか、もう髪型とかお洋服もそうですけど、そういうのがなんか見れてすごく新鮮な感じになります、はい、そう、私もそれはすごく懐かしいんで私は見てる、うんうん、あの当時の流行ったファッション、それから今ではもう見られない、例えばチンピラだと、うん、渋谷のパンテオンがあり、あまだね電車が通ってて、もう全部今見れない風景、うんうん、貴重なんだよね映画って、いろんな意味で、うんうん、知らないもんね。知らないことばっかりなんで。あそこに渋谷の駅前に映画館とかプラネタリウムがあったの知ってる。知らないです。映画館のほら絵でこう映画とか描くのよ、絵でこうその人が。知らないでしょそういうの。知らないの、はい、だから昔の文化も今覚えてるのね、はい、ね、私も生きる文化だから、はい、わかる学んでます、はい、ありがとう、日々、はい、では続いての質問に参りたいと思います。先ほどの収録で、川江さんホラー映画がお好き、はい、でクリスさん、SF 映画ラブストーリーがお好きだと伺ったんですけども、お二人でもし映画を見に行くならどんな映画を。どんなシチュエーションよ私たちが親子で見に行くとしたらお友達お友達だってそれはさ親が合わせるしかないから、私がホラー見に行きたいって言ったら私がついていくしかないじゃん。私がキャーキャー言ってるの見て喜ぶんでしょ一緒に。だってホラー SF 好きなのちなみに。いやほら、して恋愛映画は否定するのよ、かわいそうっていうかハッピーじゃないっていうの。だからさっき恋愛でもいいですね。だってハッピーじゃないよ、秘伝が多いよ、すごく叶わないとか、それが嫌だって言ってなかった、はい、じゃあホラー行きましょう。だから恋愛の経験がないとこういうこと言うのよはい、この叶わないからこそ、手届かないからこそ、あなたね何でも若いうちに手に入れすぎだから苦しみが喜びに変わるっていう一瞬をまだ覚えてない、はい、教えてやる。ありがとうございます。
楽しんでくれてる一応半分トークショーだからこれね。私の方から質問アイちゃんになります。はい、質問される方がいましたら挙手の方お願いいたします。あら、お腹いっぱい可愛さのせいじゃないのよ大丈夫。バブアのオフィシャルです、よろしくお願いします。改めてクリスさんから見て可愛さんの印象といいますか、うん、MC プリっていかがですか。いや、ほらおバカとかいろいろ言われてたんでしょAKB 時代、はい、だけど実際はすごくね、お話もさっぱりしてるね、性格はね。さっぱりしてますね。ね、それでちょっと男っぽいというか、はいはい、それでだから女の子じゃないし、違いますね。だから今までのイメージと全然違ってて、それから考え方、今映画の見方あったじゃないですか、うん、その私はホラー映画を見たら怖くて夜眠れない、うん、ところが映画は映画で夜は関係ないっていう考え方なわけですよ、うん、川栄さんは、うん、そこが女優に向いてるなと思った、うん、だから意外と21で可愛い顔はしてるんだけど、しっかりしてる21の女性って感じがする。だからそこは意外だった、私きっともっともっと下の子っていう感じでやんなきゃいけないのかなと思ったけど意外と。だけど笑顔はもういつも若々しいのよね。でもしっかり大人になってきてるよね。はい。って感じ。